低出生体重児とは、出生時に体重が2 5 0 0ム未満の新生児のことを言う。大きく分けて、在体周数が短く出生する早産のために、出生体重が小さくなる場合と、子宮内での胎児の体重増加が悪い胎児発育遅延のために出生体重が小さくなる場合との二つがあり、両方の原因が組み合わさって出生する場合もある。胎児発育遅延は、 胎児自身の異常や、妊婦側の異常、胎盤及び、最大の異常などによって起こる。在体周数に比して、出生体重が著しく小さい子を、ライトフォーデイツジと呼び、在体周数に比して、出生時の身長、体重が共に著しく小さい子を、スモールフォーデイツ字と呼ぶ。これに対し、在体周数に比して、出生体重が著しく大きい子を、ヘビー,フォーデイツジと呼び、 代替周数に比して、出生時の身長、体重が共に著しく大きい子を、Large for d a s と呼ぶ、厚生労働省の低出生体重児保険指導マニュアルによると低出生体重児は、その出生体重によりさらに、以下のように分類される。したがって、低出生体重児には、極低出生体重児と超低出生体重児が、含まれ、極低出生体重児には、 超低質性体重児が含まれる。かつては、極低質性体重児を極小未熟児、超低質性体重児を超未熟児と呼んでいた。早産児は、この生命機能が未熟であるため、未熟性の程度に応じて様々な合併症を起きたす、可能性がある。そのため、在体集数36週未満の早産児は、一般に、新生児特定集中治療室に入院して、保育される。 特に32週未満の子では、肺の未熟性のために重篤な呼吸障害等の合併症のリスクが高まるし、超低出生体重児では循環障害による脳室内出血、動脈管改造による肺出血など致命的な合併症を起きたす可能性があり、必ず専門施設での治療が必要である。低出生体重児であっても、在体周数が進んで性育産、または 正規産に近い子であれば、生命機能は比較的成熟している。出生直後の低血糖のリスクは高まるが、出生後の哺乳、体重増加は、外して良好であり、問題は少ないことが多い。体重が2 5 0 0ム未満の乳児が出生した時は、その保護者は、速やかに、その胸をその乳児の現在地の市町村に、届け出なければならない。昭和30年代に、 滋賀県の病院が報告した資料によれば、農反期の農家の出生時は非農家と比べると、低体重児の比率が高かったと報告されている。1980年に5.2%だった2 5 0 0ム未満、出生時の割合は、1990年に6.3%、2000年に8.6%、2009年に9.6%と、 増加していて、2013年まで9.6%で高止まりしている。また、新生児全体の体重としても、厚生労働省が10年ごとに行う乳幼児身体発育調査において、戦後の経済成長とともに増加を続けていた。平均出生体重が1980年をピークに減少に転じ、 2000には戦前の1940年から1942年を下回る水準に達していた。他の先進国で女性の体格向上に伴い、出生体重も全増を続けているのに対し、日本での傾向は特異的である。低出生体重時の増加や平均出生体重の低下原因に関して、 女性の平均身長の伸びに対して平均体重の伸びは少なく痩せ傾向に進んでいること。諸外国に比べて日本における妊婦の体重増加制限は厳格に指導されがちなこと。高齢出産の増加、20から30代女性の喫煙率の増加、不妊治療等による多体率の増加、医療技術の進歩に伴いかつては死産となっていた。早産が定出生体重 調停室性体重児として生存していることなど複合的な要因が指摘されている。ありがとうございます。